どうなるんだこの先。もうどうなるんだろうしか言えねえ。みくちゃん、休み明けの月曜日、いつものように投稿した俺にコウタロウが近寄ってくる。コウちゃん、コウちゃんだよ、コウちゃん。よっ、おはよう、ハル。おはよう、コウちゃん。やっぱりコウちゃんすげえ安心する。コウちゃん、うん、おはよう。あ、なんだそれ。ん、これ、なんだろう。あ、俺がカバンから取り出した例の紙袋、プレゼント。それを見てコウタロウは不思議そうに首をかしげる。ああ、こいつは。チラリ、あ、しおりちゃん、こいつは俺の詫びの気持ちが入っている。ワビ？ワビ？意味がわからなかったのか。眉間にシワを寄せるコウタロウ。小さくワビ、サビ、ハラキュルとつぶやいている。お前はどっかの外国人か。ジャパニーズハラキュルスタイル。別にいいか、こいつに詳しくそこまで語る必要はないし。まあお前には関係ねえから気にするなと言いかけて思い直す。今日だけはコウタロウに邪魔されると困るな。一応釘を刺しておくか。コウちゃん、あのね、今日は大事なの。勝負の日なの。コウタロウ、俺は今日、昼は綾瀬さんと二人きりになる。おま、急にそんなこと言われたらそうなるよね。はぁって。いいか、絶対邪魔するなよ。俺はこいつで綾瀬さんと決めてくるからな。え？謝罪を、詫びを、そして仲直りを。いや、その言い方だったらさ、なんか告白しに行くみたいになるよ。みんなから好奇の目で見られるよ。きっとこうちゃんやけん、あいつ告白するぜ、見に行こうぜってなるよ。手に持った紙袋を振りながらそう力説する俺に、コウタロウは何かを誘った顔をした。わかったぜ、ハル。お前は今日男になるんだな。ああ、そうだ、男子からな、男になるんだ。わかってくれるか。ああ、確かにそうだな。味方によっては、俺は今日男になる。ぐっぐっ。まさか力強くサムスアップされた。何か変な勘違いをされている気がするな。まあこのバカは放っておこう。いや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 。とにかく、お昼休み、綾瀬さんにきちんと謝る。今日はそれを目標に頑張るんだ。昼休み。え、屋上こんな綺麗なの？すげえ。屋上に出た俺は、キョロキョロと辺りを見渡す。え、もう約束はこぎつけてんのかな？誰もいないみたいだな。昼休みなのに、昼食をここで取る生徒もいないようだ。うん。どうなんだろう、暑いからかな、かな、やっぱ上は。いつもなのか、それとも偶然なのか、普段ここに来ることがない俺には、その判別ができない。どちらにしても、俺は好都合だ。まあ、学食があるぐらいだから、みんなそっちに行くんだろうね、きっと。綾瀬さんの姿もない。きっと、これから来るのだろう。誘った時、変に挙動不審だったかな。いや、見分けにならずに、信じて待とう。そうして俺が一人で、ああだこうだ考えていると。うん。顔を出した綾瀬さんは、俺の姿に気づいたようだ。どうなるんだろう。とっ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 と、近づいてくる。あの、遅れてごめんなさい。ちょっと友達に捕まっちゃって。いえいえ、全然。いや、全然大丈夫。こっちこそ急な誘いで悪かったな。ううん、ど
うなるんだろうなこれ。うん。気まずい。そうだね。ミクちゃんだったら別に気まずくないかもしれないけど、ね、うん。頑張るしかないよ。無人の屋上。俺と綾瀬さん以外誰もいないので、どちらかが喋らないと音がなくなる。このまま黙っていてもしょうがない。何のために俺は綾瀬さんを呼び出したんだ。勇気を振り絞る。さあ、口を開くんだ。俺。あの。あれ。ああ。え。あ、そっちからどうぞって。二人して思わず顔を見合わせてしまう。綾瀬さんにも俺に話が。でも、ハルくんからお先に、どうぞ。はい、わかりました。頑張ります。じゃあ悪いが、先に喋らせてもらうぞ。息を吸い込む。もう一度覚悟を決めて、俺は口を開く。綾瀬さん、改めて、俺は君に謝りたいと思っている。8年前、俺は君に、あることをしようとした。うん。俺はあの時君に告白をしようとした。やっぱり気づいてた。びっくりと俺の言葉に綾瀬さんの体が震える。気づいた上でどっか行っちゃったの。うん、それはもうなんか悲しいな。それがきっかけで、理由はわからないけど、俺は君を傷つけてしまった。俺が告白をしようとしたせいで、君と、しおりちゃんと、もう遊べなくなってしまった。うん、俺はそれを、本当はずっと後悔している。だから、ちゃんと君に謝りたいと思ったんだ。そんなこと。え？綾瀬さんが俺の言葉を否定するかのように首を振る。そんなの、私だって同じだよ。え？ハルくん、あのね、私の方こそ、ずっと謝りたかった。ん？そうなの？綾瀬さんが一歩、俺に近づく。あの時、実はね、私のお家で、引っ越しの話が出ていたの。なるほど。引っ越し？そんな、だってあの時はそんなこと一言も。うん、そうだよ。ハルくんには言ってなかった。言えなかったんだよ。だって、すごく仲良くなれた友達と離れ離れになるなんて、嫌だったから。なるほどな。うん。だから、ハルくんが私にその告白してくれようとしたとき怖くなったの。告白っていうのはバレてるんだ。そっか、それは伝わってたのか。離れ離れになるのが決まっているのに、もっと仲良くなったらきっとお別れするときに辛くなっちゃう。私も、ハルくんも、すごく傷つくんじゃないかって。うん。そう思ったら、すごくすごく、怖かったの。まあ、しおりちゃんも、子供だしね。アイサさんの口から8年前の真相が語られる。それは、俺が思っていたものとは違っていて、しおりちゃんは俺の告白を嫌がったわけじゃない。今はただそのことが俺の胸に染み渡っていく。だから、あの時、ハルくんの前から逃げ出して、本当にごめんなさい。いえいえいえ、こちらこそ。こちらこそっていうのもなんか変だけど。
ハルくんの気持ちをちゃんと聞いてあげられなくて本当にごめんなさい。いやまあ いいんだよいいんだよ全然。勢いよく頭を下げられる俺は。耐えきれず吹き出してしまう。いきなり笑い出した俺にアヤスは困惑した顔を見せる。まあそりゃね、急に笑い出したら なんやこいつってやるもん。あのハルくん、なんだそうだったんだ笑いが止まらない。俺が今まで並んでいたこと、どうやらそれは単なるすれ違い原因だったらしい。そのことが分かって俺はどうしようもなくおかしかった。急に心の雲がなくなってパーッと目の前が開けたような、そんな爽快な気分だった。しおりちゃんは俺のこと嫌いじゃなかったんだ。嫌いなんかじゃなかったよ。そうですか、よかったよかった。やっぱり誰かと誰かと誰かを嫌いあったままなんて嫌だもんね。だって本当は私も大好きだったんだから。ああそうなんだ。ごめんねしおりちゃん、俺ヘッドホンしてるから聞こえちゃった。え？聞き取れずに聞き返した俺に慌てたように首を振る。この場で俺だけが聞いたい。なんでもない。うん？よくわからないが聞いてほしくなさそうなので、俺はこれ以上追求しないことにする。あのさ、じゃあ久々に再会したときに妙にそっけなかったのは、まさか本当に俺が春だって気づいてなかったのか？どうですか？ううん、春くんのことはすぐに気づいたよ。でも8年前のことが申し訳なくて、そして謝る勇気も出なくてそっけなくしちゃったの。そうなんだ。ごめんなさいと、もう一度謝る彼女に俺は首を振る。いや、謝らなくていいよ。ただすれ違っていたんだなってことがやっと分かったから。うん、うん、気がつくと俺たちの間には不思議と甘い空気が流れていた。長年の若だまりが溶けて、そしてその下に隠れていた昔の気持ちが顔を出したような、そんな懐かしくも甘くて切ない空気が俺たちを包んでいる。ああすごいね。しおりちゃんはさ、ゆみな、今は綾瀬さんか。ううん、しおりでいいよ。ちゃんもいらない。私は春くんから名前で呼ばれるの、その好きだったから。そうですか。なんかでもなんかここで「はいしおりしおり」っつってさ、桜のしおりを出したら「からかってんのか」っつってぶん殴られそうだけどな。じゃあこれからはしおりって呼ぶな。しおり。また変に甘い空気が流れてしまう。しおりの顔も心なしか赤に染まっており、それを見て俺も同じように恥ずかしさを覚える。ダメだ、なんか顔が熱くなってきた。気持ちを変えるように俺は大きな声を出す。実はこのために準備したものがあってさ。大丈夫かな。準備？だってさ、はいしおりしおりって出すんだろ。なんか大丈夫かな、殴られねえかな。仲直りできた今となってはもう不要かもしれないが、せっかく準備をしたんだ。
これを忘れては休みの日の苦労が無駄になってしまう。うん。俺は右手に持っていた袋を手渡す。開けてみてくれ。しおりはカサカサと袋を開ける。どう、しおりちゃん。あ、かわいい。これは本のしおりだよね。でも、どうして？ですね、どうしてって言われたら仲直りをするためにですね。ごめんって伝えるだけだと勇気が出なくてさ、単純だけどお詫びの気持ちっていうか。そのためにわざわざこれを準備してくれたの？はい。ああ、そう正面切って言われると出れてしまう。当初はこれを出しに仲直りするつもりだったが、誤解が解けた今、変なタイミングのプレゼントになってしまった。うん。大事にするね。ありがとう。全然。気に入ってくれたならよかったよ。よかったじゃん。よかったぜ。うん。すごく嬉しいよ、ハルくん。ハルくん、やっぱり私、今でもハルくんのこと。え？ん？なんて言ったんだ？なんでもないよ。いや、なんか甘酸っぱいな、こっちは。うん。こうして俺としおりの8年間にわたるすれ違いは無事解消されたのだった。は、放課後。鼻歌歌ってんのかな。何の歌だろう。どうした、しあさき。いえ、それはこっちのセリフなんですが、ハル先輩、どこかに頭でもぶつけましたか？全然。はあ？いや、そんな記憶はないが。じゃあ一度どこかにぶつけてきてください。なんで？いきなりなぜ？なんでだよ。そして早く。いつもの陰鬱な顔した先輩に戻ってください。そっちの方が好き？いつも俺そんな顔してたか？だって、なんて言うんですかね、怖いくらいにご機嫌なので。変なものでも見るような目で俺を見る白崎。あ、まあ話してないんだ、仲直りしたよって。そういえばまだしおりと仲直りしたことを伝えていなかったな。伝えるの遅れてすまん。そして下崎には感謝せねばならんな。無事仲直りできたぜ。 V と右手でピースサインを作り、下崎に突き出す。どうだ、勝利のサインだぜ。ああ、なるほど、綾瀬先輩と仲直りできたんですね。よかったです。はい、無事おかげさまで。お前にはほんと世話になったな。休みの日まで付き合ってもらってよ。いえいえ、この借りはいつかちゃんとお返ししてもらいますし。はい。こわ、俺に何を求められるんだ。冗談ですよ。白崎が楽しそうに体を揺らして笑う。茶化してはいるが、どうやら俺たちの仲直りを心から喜んでくれているようで、比較にもジーンとしてしまう。我ながら、いい後輩を持ったもんだぜ。この嬉しい気持ちを共感してもらいたくて、俺はペラペラと話し続ける。それでさ、俺が図書員だって話になってさ、しおりも実は本が好きなで、なんか興味を持ってさ。え？しおり？ん？ああ。今更昔みたいにしおりちゃんなんて呼ぶの恥ずかしいだろ。
かといって綾瀬さんなんてのも他人行儀だし、うん、けどなんだろう、しおりちゃんがさ、こう図書委員とかに顔出そうになったらさ、なんか嫌だな。それでさ、しおりも今度この図書委員を見学したいって言い出してさ、あ、ダメだよ、それはそれはダメだ、はるくん、それはきっとみくちゃんを傷つけると俺は思うよ。白崎？え？はい、何でしたっけ？なんだ、寝不足か？睡眠不足は肌に悪いぞ。あー、もうこっちはね、酸っぱいよ酸っぱいよ。先輩に心配されなくても、ちゃんとお肌には気を使ってます。女子の苦労全然知らないくせに。はい、知らないです。おう、てか話を戻すが、今度しおりがここを見学をしたいって言ってるんだよ。え、ここですか？だって見ても何も面白くないですよ。うん、まあそうだよな、ひたすら地味な作業をしているだけだもんな。それに仕事なら私と春先輩の二人だけで足りているじゃないですか。はあ、まあまあもうなんかなあ。そうか、一人でも多い方が作業ははかどるんじゃないか。そんなの今までだって私と先輩でできていたじゃないですか。うん、もうなんかすげえ、なんかもう気持ち悪い顔してるもん今俺、うん、まあそうだけどさ。それに綾瀬先輩だって3年生だから、そろそろ受験勉強に本腰売れないとですし、委員会活動なんてしている暇ないんじゃないですか。うん、なぜかそう早口でまくし立てる白崎。それを言ったら俺も3年生なんだが、あ、とは思っても言い出せない雰囲気だ。それどころかどことなく機嫌が悪いようにも見える、うん、そうだよね。さっきまでは機嫌良かったように思ったんだけどな。首をひねりつつ俺は口を閉ざす。ああ、女心なんて俺に理解できるはずもないので、こういう時はさっさと別な話題に移るに限る。いや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 、ハル君さすがにこれはさ、わかるよ、鈍感とかいうレベルじゃないよきっと、うん、そう思って白崎の周辺を眺めていると、お、それ早速つけてくれているのか。うん、俺が指さしたのは先日俺が白崎に送ったキーホルダーだ。送ってこうもすぐにつけてくれるとこちらとしても嬉しいものがある。これはたまたまスペースが空いていたのでそっか、そうか、でも気に入ってくれているようでよかったぜ。気に入ってるとか気に入ってないとかじゃなくて、あ、そうです、これは私が先輩に貸しがあることを忘れないためにですね、こうして見える場所につけているだけで。そっか、貸しか、ほんと怖えなどんな内容になるかは先輩の心がけ次第ですよ。うん、へいへい。お、なんか知らんが白崎の機嫌が治ってきたみたいだ。内心でほっとしつつ俺は白崎と雑談に講じるのだった。今日はこの辺で終わりましょうか。そうしましょうか。ん？おほう、もうこんな時間なんだな。今日はいつもより時間が経つのが早く感じたな。俺自身が昼間のしおりとの仲直りの一件で「はい」だったのもあるが、なんだか白崎と雑談が盛り上がった気がする。うん、
別に意味があることを話してはいない。だが、なんだろう、不思議と名残惜しさすら感じるほどに居心地が良かったな。そっか、どうなんだろうね。初恋でさ、今も好きな人っていうのと一緒にいて安心する人、どっちがいいんだろうな。帰り自宅をしながら俺たちは会話する。先輩はこのまますぐに帰ります？どうしよっかな。そうだな、別に予定もないし。そうですか。何か試案する様子。決めました。先輩への貸しの回収。何でしょうか？早速使うのかよ。はい。でもそんな大したことじゃないですよ。外はもう暗いじゃないですか。だから春先輩には私を家まで送ってもらいます。任せてください。家まで送る？は？そんなことでいいのか？もうちょっと一緒にいたいもんね。ええ。それとも何ですか？春先輩はもっと厳しいのを望んでましたか？いや、全然。ああ、違う違う、別にまずじゃない。だからまるで変態のような目で俺を見るな。分かってますよ。ただ先日のデートは私も楽しかったので、本当は貸しなんて取る必要ないくらいなんです。デートだよ。デート？不意に聞き慣れない単語が目に入り、思わず聞き返す。あ、違いました。買い物、買い物です。そうだよな、あれは買い物だから別に違うよな。そうです。なんで私変な言い間違いしちゃったんだろう。けどミクちゃんはそういうつもりだったってことだよね、きっと。なぜか照れたように頬を染める白崎を見ていると、不思議と俺の方まで頬が熱くなってきた。なんだこの感覚。ああ、ほら、そろそろ完全下校時刻になっちゃいます。先輩、さっさと帰りますよ。はい、帰りましょうか。おう。急かされるように背中を押される。はるくん。しおりちゃん。うお、びっくりした。って、しおりか？突然横から声をかけられて驚く俺。なんでしおりがこんな時間にここに？ちょっと先輩、なんで急に止まるんですか？後ろから俺を押していた白崎がしおり見て目を丸くする。綾瀬先輩？そうです、綾瀬先輩です。彼女どうしたんだ？あ、見学か？とは言ってももう下校時刻だけどな。まあそんなのはしおりだって分かっているだろうけど。待ってた？もしかしてハルくんのことを待ってたの？ハルくんと一緒に帰ろうと思って待ってたの。なんかそれはさ、なんかわ、わざわざそのためにこんな時間まで？俺の言葉にしおりははにかんだ笑みを浮かべながら首を振る。教室でゆかちゃんと一緒に勉強していたから、別にずっと待っていたわけじゃないよ。そっか、ゆか、ああ倉橋さんか。一緒に勉強するくらい仲いいんだな。うん、ゆかちゃんとはドラマの話で盛り上がっちゃって仲良くなれたんだ。そっか、ドラマか。もう俺ドラマとか最近見てねえわ。最後に見たドラマってなんだろうなってぐらい。ゆかちゃん、
ハルくんのことを話したら応援してくれるって言ってくれた。あ、そうか。今でも好きなんだよね、ハルくんのこと。一緒に帰りなよって言われて、背中を押されてここまで来たけれど、でもわざわざ押しかけて迷惑だったかな。迷惑ではないと思うけど、タイミングがな、タイミングが悪いな、ちょっと。というか、私だってまだ自分の気持ちちゃんと分かっていないのに。もしかしたら私、すごく大胆なことしてるのかな。しおりちゃんはね、しおりちゃんでまた違う可愛らしさがあるんだよな。うん、すげえ可愛らしいよ、この子。ああ、今のやられたな。今のなんか、心臓にやられたな。ああ。え？なんで泣くんだよ。急にコロコロ表情が変わったと思ったら泣き始めた。やっぱり女心はわかんねえ。しおりちゃんの方は俺もちょっとわかりづらかった。多分今しおりちゃんの何心の声がなくて急に泣かれたら多分わからないと思う俺も。あ、みくちゃん、あ、すまん、まだちゃんと紹介してなかったな。綾瀬しおり先輩ですよね。知ってます。そうか。考えてみれば転校生で有名だしな。それに一度公園でも会ってたっけ。先輩、さっきの取り消します。一緒に帰ってくださいってやつ。ダメだよ。自分の気持ちに素直にならなきゃ。そこで引くの？そこで引いちゃうの？絶対に後悔するよ、きっと。でもいいのかよ。お前には貸しが。俺と白崎の雰囲気に何かを感じたのか。しおりが口を開く。もしかして二人とも用事があったりした？そしたら私は全然大丈夫だよ。しおりちゃん。あ、違うんです。綾瀬先輩と春先輩は一緒に帰ってもらって全然大丈夫です。春先輩、考え直したらやっぱり休日の付き添いの対価がただ送ってもらうだけっていうのは割に合わない気がしました。だからまた別な機会で貸しは回収しますね。それでいいの？お前がそう言うなら。不思議と何も言い返せなくて俺はうなずく。白崎は笑顔なのだが、その裏に何か特別な感情が隠れているかのように不思議な表情をしていた。ミクちゃん。綾瀬先輩。え？春先輩を元気にしてくれてありがとうございます。どういたしまして。じゃあ私はこれで帰りますね。おい、帰るなら別に俺らと一緒でもいいだろ。いや、春くん、今日は遠慮しておきます。せっかく仲直りできたんですし、春先輩も今日は綾瀬先輩とお話ししてください。あ、送り狼にはならないでくださいね。綾瀬先輩もそこはきちんと自衛してくださいよ。そんなことしないです。ならねえよ。俺の叫びが届くよりも先に白崎はくるりと背を向けて足早に去っていった。ああ、ミクちゃん、ごめんね、ハル君。もしかして予定があったの？いや、予定ってほどのもんじゃないが、けどなぜか胸にしこりが残る。
胸にモヤモヤは残るが、しかし、俺の視線にしおりは首をかしげる。わざわざ俺と帰ろうと待っていてくれたんだから、とりあえず一緒に帰るか。佐々木のことは気にかかるが、あいつとはまた委員会の時にでも話せばいいだろう。ま、とりあえず帰ろうぜ。うん。俺たちは8年前の懐かしい思い出話に花を咲かせながら帰宅するのだった。